最初の方の論文問題は問題ないんじゃないけど小説問題の後の方は空欄が目立ってるこれ小説で苦戦して時間が足りなくなったパターンで合ってるまるで見てきたみたいに言うね見検討外れ大当たりだからこそ痛いところを突かれた気がしてちょっとだけ嫌な気分になったごめんさすがに無遠慮だった許したあと 本気で教えてくれるからこそ痛いところに踏み込んだのに思わずムッとしちゃってごめん。